こんにちは、獣医師の地村です。今回の動画はペットのですね、まあ、交通事故特にワンちゃんのね、交通事故対策と、まあ、緊急時の対応方法について解説します特にワンちゃんですね。でまあねあの、当院でもですね、その年間数件ぐらいはですね、やっぱ交通事故の対応っていうのがあるんですよね多くはまあ散歩中の事故なんですよね。 だから、まあ、散歩中の事故ということなんで、まあ、飼い主さんが言うわけなんで飼い主さんのね注意で多くの事故は防げるんです。猫ちゃんに関してはね別動画で解説してて猫ちゃんはやっぱお家から飛び出しちゃって、まあ、あるものに惹かれてしまうことが結構まれにあるんですけどそれについて解説してる動画あるんで、まあ、そちら見てもらいたいんですけど、まあ、例えば「フラワー動物病院猫事故」とかでね猫の事故でねあの の事故ですねで。見てもらったら出てくると思うんで見てもらいたいんですけどワンちゃんはだいたい結構散歩中に事故があるんですねなのでまあ散歩中の事故なんでリードはね短く意識して持つことが大事ですねなんか長ければ長いほど自由度が高くなってしまうの、ね、で長くなるとこっち行ったりあっち行ったりもしやすくなるんでなるべく短く持つとワンちゃんの、ね、予期せぬ動きとかね飛び出しにすぐ対応できるわけなんでね あと、交通量がね、多い場所では伸びるリードは避けてね、ということですね。あの、伸びるリードに関してはですね、その、この注意喚起、犬の散歩に潜む危険、伸縮式リードが原因で起こる事故参選とその対策みたいなんで解説してて、これ概要欄にリンク貼っとくんでね、そっち見てもらいたいんですけど、伸びるリードは本当危険なんですね。こうやって、まあ、ちょっと変な絵ですけど、こうね、リードがこう、伸びるリードで、その間にこ、ここワンチャン上げてね。 伸びるのがこうなってたまたまこう自転車が通りかかってこう自転車の,この女性のまあ例えば首に引っかかっちゃってパターンで倒れて頭を打つとかねそういうこともあるんですよねそういう事故がねだからそういうこともあるしワンちゃん自身もやっぱ伸びるリードだといろんなところに移動できるんでこうねバーッと移動できるんで車にひかれる可能性が高くなるんでま伸びるリードは控えた方がいいかなとあとはストッパーが壊れててねだからその伸びるリードをこう自由に伸びたり縮んだりできるような そのストッパーが壊れてしまうともう伸び放題になっちゃうんで,であとはワンちゃんがブワーって力であのなんていうかいき過ぎてしまってこうね切れちゃうこともあるかもしれないんでね、まあ、そういった意味でもこう伸びるルートちょっと危険なこともあるので気をつけてねとあとはまあ首輪ですね首輪ですけど、まあ、バックルタイプとかねベルトタイプとかいろいろあるんですけどあの基本的にはねあのベルトタイプの方がおすすめではあると。 あのバックルタイプって何かというとこういうあのありますかねここあのカチッってねこうはめれるやつカチッってで、えっと、ベルトタイプっていうのはこういうこういう,こういうの穴開いててそこにあのなんていうかなこう金属通してこう固定できるやつでベルトタイプがおすすめかなってとこですね バックルタイプはね、とにかくその、こっちの方が壊れやすくて、外れやすいですね。カチッてするタイプなんで、付けやすい、つけやすいからつけてる方も多いと思うんですけど、逆に外れやすくもあるんで、その首輪が外れちゃったらいろんなとこ逃げちゃうかもしれないんでね。で、ビルドタイプは逆に外れにくい、つけ,けづらいんですけど、外れにくいんですね。で、サイズが固定で,できるわけですね。 でまあ、バックルダイパーはそのプラスチックとか金属製の留め具、カチッと、ね、留めるたを今見せましたけどね、ベルトタイはねこう穴に、ね、こう金属通すやつですね。あと散歩中はですね、首輪を緩めにしないと。緩めにしたら首からすっぽ抜けて、ね、外れることがあるんで、ワンちゃんが興奮したりとかして、わンわンわんってやってる時に勢いよく、勢い余って首輪が外れちゃって。 でなんか例えば相手にワンちゃんがいて飛びかかっていたりこのお子さんがいてその奥さんに飛びかかったりする可能性もあるんであとは道路に飛び出してしまうとかねあるんでだ指2本が入る程度がまあ適切で安全かなってとこですねあと子犬ううの頃から、まあ、待てをね覚えさせておいた方がいいかなとその散歩中に急に飛び出すのをね待てで防げるんでそういったこともまあ覚えさせておきましょうとあとはねダブルリードを使うのもいいですねあんまりもう,こう飛び と、なんとかこう引っ張りが強い子だとね。こうダブルリード2つね。1つのリードが外れてももう1つで防げるんでね。万が一の保険になるんで。あとハーネス使う手手もありますね。首輪の首じゃなくて胴回りでね。そのつけるのでまあ抜けにくいわけですね。こういうこういうハーネスですね。これも別動画で解説しているので、あのこっちまああの見てもらいたいんですけど、これ概要欄にリンク貼っとくんで。 あとはあのフラワー動物病院ハーネスで調べてもらった他にも出てくるのでまあ首輪とハーネスどっちがいいあの,いいのとかね出てくるんでそれも見てもらったらいいかなと思います首胴回りが、まあ見つけるので抜けにくいんで、まあ、より安全に散歩はできるかなとただは引っ張り癖のある子だと引っ張り癖強化してしまうんでだって引っ張っても首痛くないんでどんどん引っ張っちゃうんですねワンちゃんもだからそういう意味でもあの向かないこともありますけどまあ試してみる価値はあるかなとあと歩道歩く時はね車道と反対側 ここで車がビュンビュン走ってるところの反対側にいた方がいいですね。なるべくまあ人間の方が人間の方が大きいので車も認識しやすいですし小型犬だと車から見えにくくてね事故の可能性も高まっちゃうんでねだからあの道路と反対車道と反対側にしてねとあと事故が起きる状況っていうのはその飼い主さんが気を抜いた時とかワンちゃんがね興奮した時に起こりやすい気を抜くとね力が手の力が緩むんで。 パッと引っ張られたら外れ外しちゃう持ってるリードを離しちゃう可能性もあったりとかするんでねあとはコントロールが効かないですよねいくら短く持てても中途半端に動かれちゃってで車にぶつかったりお子さん噛んじゃったりとかねあるしあとワンちゃんが興奮してるからこそいろんな動きするんでねだから交通量の多い場所とか狭い道の散歩はねもうあのスマホ見ずにね集中して散歩に取り組んでくださいということですねあと事故が起こったら まず安全な場所に避難ですね二次。二次事故ですね。二次的に発生する事故を防ぐために重要ですと。二次事故とは、その初めのね、事故後に発生する別の事故のことですね。最初に、例えば車にひかれましたと。足,足がなんかビッグいてますってなっても、その場にいるともうさらにひかれる可能性もあるんで、ちょっと別の、例えばここでひかれちゃったとなったら、ちょっとこっちの方に移動するとかね、ちょっと軽くでもいい。その車,道車道から外れる。 とそうするとペット、あのー、がね事故現場に残ってるとその後続の車にひかれてしまう可能性ありますからねただね骨折してる可能性が、ね、あるようだったら骨折してたらワンちゃん足上げたままで足つかないんですけどことがあるんですけど足とかだったらねもしその痛みからねあなたがこうやって抱っこすると本気でもう噛んできて指食いちぎられることもあるのでだから二次事故防ぐためだけなんで最小限の移動で OK ですよとだから。 ここで引かれちゃいましたってなっても、ちょっとこっちに、ね、ここで引かれちゃいました、ここ、ここぐらいまで移動ってことです。だからちょっと、なん、何らかの私は手を食いちぎられないようにね、例えばタオルをちょっと、持ってたタオルでちょっと、あの、なんかこう、巻いて、抱っこするとか、抱っこというか、ちょっと軽く浮かせて、抱っ、移動して、ってことですね。この位置で例えば動物病院に あら、ね、かじめ電話しておくとその病も緊急対応準備できますしどうしたらいいですかって指示を仰ぐこともできるんであとはその体重とかね起用歴とかそういうのことをすぐつけ,つけとけばほうがその検査しやすいですねその例えば心臓病がね総合病閉鎖不全って心臓病があるんだったら無理に電動源ン通ると意識失っちゃう可能性もあるんでやっぱりその最善を尽くさないといけないんでね。 だからまあその到着時間をどれぐらいつくとかね伝えておくことでスムーズになるよとで伝えるべく情報は研修とか年齢とか体重とか強力とか現在の状態とか意識があるのとか呼吸してんのとかいつつくの名前とか連絡先とかあと電話はまあ,あの電話番号も相手に伝わってないかもしれないんで告げるとかね到着時間が分かっておけばねあらかじめレントゲンの準備とか血液検査の準備とか他の子の血液検査しようかなと思ってたけど ああでもあと5分後に来るんだったらその子はちょっと後に回そうかなとできるじゃないですかあの血液検査の機械大体1台しか大体ないのでだから2台同時にできるないところが多いと思うんでそういった意味とかねあと注射の準備とかねなんか意識がないとかなんだかんだですじゃあ何を用意しとこうとかね重要な情報をね提供することで迅速に対応できるよと冷静な対応が難しい場合はね事前に知識持っておくとその迅速に対応行動できるんでやっぱり事故を起こった時はパニック状態だとだからその あらかじめ、ね、その普段からかかりつけが休みの時きは夜間とか休日空いてるとこ探しとくとかねあとは当チャンネルの情報もねいろいろこんなこと喋ってるんで、まあ、あのチャンネル登録してもらってあのいろんな情報を見てもらって知識をつけてもらったら嬉しいですとあと高評価ボタンも押してもらえるともっとやる気出るしいろんなこと方にねそのに見てもらいやすくなるそうなんで YouTube だとね高評価とか多い方が そのコメント数も多い方がね、まあ、見てもらいやすいみたいなんで、まあ、よろしくお願いしますってことでした。今回の動画はね、以上になります。この動画参考になった方はね、高評価ボタンとチャンネル登録とね、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。